新市長誕生、万歳！大泉潤さんは俳優の大泉洋さんの兄で、現職の工藤俊樹さんの下で秘書課長などを務めました。去年7月に市役所を退職して挑んだ函館市長選挙で、工藤さんとの指定対決を制し初当選しました。まず雇用の拡大をすること、それに加えて都市のステータスを上げる、もっと魅力のある街にどんどん変えていくこと、そして、子どもとか、教育、そういった未来への投資、力を入れていく、この3つで人口減少を食い止めていきたいと思います。弟 の、 知名度というか、がなければですね、今日の勝利はなかったわけであります。本当に弟には感謝をしています。オホーツクの斜里町長選挙では新人の山内博明さんが現職の馬場隆さんを抑えて初当選を果たしました。選挙では観光船沈没事故による知床観光のイメージ回復も争点になりました。事故原因というのはどこにその要因があったのか、そこをしっかりしないと、究明しないと次の対策を打てないと、地域の中でできること、それを一生懸命しっかりやっていく。夕張市長選は現職の厚谷司さんが新人の佐藤学さんとの選挙戦を制して2期目の当選を果たしました。夕張市は4年後に財政赤字が解消する見通しです。何よりもやはり財政再建まずしっかり完了させる、夕張が歩んできたこの期間の歴史をしっかり検証し総括をしながら次のまちづくりをしていく。36年ぶりに3人の選挙戦となった室蘭市長選挙は、現職の青山武さんが4期目の当選を果たしました。市民の皆さんが住み続けたいと思えるまちづくりに、これからも皆さんと共に私が先頭に立って推進していくことを心からお誓いをしたいと思います。新人3人が争った江別市長選挙は、元副市長の後藤義人さんが市議会議員経験者の2人を抑えて当選しました。笑顔あふれる街にしたい、人にも企業にも選ばれる街にしたい、オール江別で皆さんの力をお借りしながら皆さんと一緒にですね、街づくりを進めたいと思っております。